そこの広場の噴水なんだが、時々水が止まったりするんだよ。中のポンプが故障しているのだろう。ああ、多分そうだろう。そこで水車の一件を聞いてな。同じ店に行って、今度は噴水用のパーツを頼みたいんだが、引き受けてくれないか。わかった。引き受けよう。噴水の修理パーツの件、よろしくな。今は仕事の依頼は来ていないようだな。また時間があるときにでも寄ってくれよ。いらっしゃい。気をつけて。無理しなさんな。お待たせ。必要なものを揃えてきたぞ。全部あるね。助かったよ。ああ、これはお礼ね。あれ、相場よりも高くないか。せめてものお礼の気持ちさ。それならば受け取らんと失礼だ。ありがたくいただいておけ。そうだな。ありがとう。いつか魔物たちの脅威から怯えなくてもいい世界が訪れたら、今度こそここに立派な畑を耕したいものだよ。こんにちは。今度は噴水のポンプが欲しいんだけど、あるかい？お、ずいさ。カスザチ、これ手たいずいた。ザタラ、ラスレクヨーリ。トーサラ、テザサ、ビクセゾ。何が必要だ？ロットとサラデシュル、レタータ、ゲッソ。レタセール、ギュン、アレ。わかった。早速取ってこよう。必要な素材が揃ったぞ。サチレタタート、レタセール、タチザサルサ、おせちタリカ。わかった。そう伝えておこう。必要な素材を取ってきました。これで本の修復をお願いします。
サチ、サリキサ。で、落ちすざ書いて。レレ、避けて、タクで行って、やりじとできたれ。サンキー、リュク。そちらざ、とわったしたりく。よし、この状態なら地図も読めるな。早速あの人に届けに行こう。噴水の交換パーツを発注してきた。完成次第届けてくれるそうだ。ああ、どうもありがとう。これはお礼だ。受け取ってくれ。村の警備は以前。依頼されていた本を持ってきたんだけど、旦那さんは留守？ええ、夫は今武器の仕入れに出ていますので。そうなのか。じゃあこの本を渡しておいてくれ。ええ、わかりました。ご婦人、何か不満でもありそうだが。この新しい地図を見たら、また危険を承知で出かけてしまうかと思うと。そうか、帰りを待つ身としては心配だよな。そうだ、あなたたちでこの地図の宝を見つけてきてくれないかしら。それを渡せば夫も満足すると思うんです。ああ、構わないよ。だがまずはこの地図を解読しないと。ポポロにでも聞いてみるのはどうだ。何か助言を得られるかもしれん。そうだね、ポポロさんのところへ行こうか。やれやれ、夫婦の揉め事に首を突っ込むとろくなことにならぬのだがな。頼まれた仕事はやり通すだけだ。意外と義理がたいのだな。家族を思う気持ちはよくわかるから、危険な目に遭うのは俺たちだけで十分だ。面倒なことだ。だがそういう考え方は嫌いではないぞ。こんにちは。ちょっと見てもらいたいものがあるんですが。ええ、構わないわ。何かしら。この地図を解読してほしいんですが。何か大事なものの場所を示しているようね。場所は石の神殿かしら。石の神殿、日の届かぬいずこかとあるわね。ここが大事なものの置いてある場所みたいよ。石の神殿、
日の届かぬ飯塚か。ね。ありがとうございます。いえいえ、お役に立てたようでよかったわ。
お宝？いや、これはただのガラクタであろう。どうやら地図は偽物だったようだな。どうしよう。とりあえずあの奥さんに報告だけでもしようか。どうでしたか？すみません、宝の場所にはたどり着けたんだけど、見つかったのはただのガラクタだったよ。そうですか。そうだ、この翡翠の髪飾りを売って何か買えないでしょうか。それを地図にあった宝ということにして。こんな高価そうなものいいのか？これで夫が宝探しから手を引いてくれるのなら。どうするのだ。ご婦人に頼まれた通り、その翡翠の髪飾りを売るのか。依頼人の頼みだ。変な物屋に行って何かに変えられないか聞いてみよう。宝の件よろしくお願いします。外り土地期待？イザキザサラ外ルイシンサとでどうさた？
これがお宝か。綺麗な金貨じゃないか。あんな古い本に書かれてたことが実在するんだな。よかったわね。これでも危ないことはしないでくれる？もちろんさ。これからは真面目に仕事一筋で頑張るよ。あ、そうだ。これ俺が初めに見つけた地図なんだ。もう必要がないからさ、あんたが使ってくれよ。最初の地図よりもさらに複雑だな。どうせ見つかるのはガラクタであろう。探すだけ無駄だと思うが。確かにそうかもな。でも万が一の希望を捨てられないのが宝探しなんだよな。我には理解できんな。まあちょっとした遊び感覚で付き合ってくれよ。まずは地図の解読からだけど、ポポロさんにまた聞いてみよう。いらっしゃい。よし。どうもありがとうございました。こんにちは。また地図の解読をお願いしたいんですが。いいわよ。今度は何かしら。今度はこの地図なんですが。なかなか難しい暗号のようね。場所は北平原かしら。他に読めそうなものは、鋼鉄の橋の始まりし場所？何のことかしら。ごめんなさい。これ以上は解読できそうにないわ。十分です。ありがとうございます。この地図は本物だったようだな。今回の仕事の報酬として受け取っておこうか。
本日はどんなご…
懐かしい景色であるな。そうだな。シロと初めて会ったのも、初めて一緒に戦ったのも、この場所だな。へえ、シロさんってこんなところに住んでたんですか。まあ、大まかに言うとそういうことになるか。クソ神に似合いのボロ部屋だな。どこかの下着女が散々暴れてくれたおかげでな。ようやくここを通れるのだな。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだ、それは。待て。これは合言葉だ。合言葉？いわばこの城に入るための呪文だ。確かどこかで聞いたような。本当の声は本当の姿。我は人がなぜ我が我は応える。黒き病がゆえに。我は問う。人はその命をいかに長らえるのか。我は応える。その身と魂を分かつべし。我は問う。魂の行く先はいずこか。我は答える。慈しみとなる傀儡に納め。よかろう。そのものを主たる人とみなし、城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。
うしてポポルさんたちが。答える気はないわ。自分で考えるのね。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか、なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして、なぜなんだデボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや、違うよ。嘘だ、ポポルさんたちが。そんなわけない。正直、ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ、なぜお前たちが邪魔をする。シロの書、裏切りの輩に。お前に詰問される筋合いはないわ。力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか。どうしてなんだデボルさん、ポポルさん。なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして。全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか。ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれるぜ。シロ、大丈夫か。おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が魔王は回らなくなった。シロさん、かような目をするでない。心配無用だ、大丈夫。豪勢であるな。こいつら
魔物だ。キーさん、戻る気なんかない。そうだな。私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。武闘会か。豪勢じゃ。シロ。ああ、すまね。援護だな。カエネさんを守ってあげてください。カエネ、まだか。まだですか。せかすな。私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。バカ者、何をしておる。めんどくさいもんはぶっ壊す。やめろ、そんな無茶をして万が一。万が一のことなど知るか、この扉。え、開いたぞ。おい、カイネ、後ろ。捨てろ、化け物め。カイネ、大丈夫か。カイネさんを助けないと。大丈夫か。ああ、それよりも。許してほしいなどと思ってはいない。カイネ、魔物め。
おい。開かないぞ。攻撃が来るぞ。朝程度とチイルトって出ずちファセヨーリ一旦オキットだアラ、フェルアト、シデン、チ、ウセキヨンイラ、コ、クか、つってどうしてここにサルリクシータ海山突起路だろう。しかいや、アラトテ三世帯クルアリ、クワリトテトトラス参加し陣ででもアラ、フェルアトどんだって、切り越えたりアッペイア、トサチチサタトトレルタ、海山チトあとでアリクラーサアコアケロお前らだけじゃ無理だ
ユクク、オタオキ、アルタ、ユウト、クルト、コ、チ、ユル。カテ、ケタル、イト、エチ、ケロ、アルテリアだせ。ギウジ。各イシギシ。真鍮カレルタ、カイザン、テーラス。うん、あんだ、あらたて。ウラーヌ・ペルア・トチ！ウラーヌ・カレバル・トトラチ！おお、開けるんだ！ぐずぐずするな、行くぞ。カイネさん。奴の戦いを無駄にするな、フィアのために。おう。デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタルト、白の書、思い出せないの？なら、思い出させてやる。シロ！頭の中が…思い出したぞ、デボル、ポポル。なんちらは人間にあらず。そして、口ごもったね。言いづらいかい？ならポポル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ、今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。いいな、我らが魔物と呼んでいるあれが人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな。お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが、持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は、人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。
あなたたちには、あなたたちの理由がある。私たちには、私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちも、お前も。違う。俺はお前たちとは違う。デボル、デボル、ポポル泣いてるのか。デボル、死んではダメ。私たちがなぜ双子に作られたか今分かった。魂のない私たちが。喋らないで。血が、血が止まらない。デボル、一人で生きるにはこの世界は寂しすぎるんだ。時間が長すぎるんだ。おかしな話だよ。ごめんな、ポポ。いや、デボル、置いていかないで。私を一人にしないで。ポポルさん、もうやめよう。やめよう、やめよう、やめようって。お前にそんな自由があると思ってるの。デボラを殺しておきながら、よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もう遅いんだよ。何もかもみんな殺す、殺してやる。ポポルさん、俺はあんたとデボルさんに育てられたようなもんなんだ。頼むからやめてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきたのだ。長い長すぎる歴史を、真実を。くそ、なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。倒すしかないんだ。まずい、進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか、クソ。大丈夫です。
同時に誇りでした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること、本当に感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール、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 さんは口うるさいし、肝心な時に喧嘩しないといいけれど、もう僕は仲裁できませんからね。
てやる。あれにぶちかませ。道具の分際で我らが王に歯向かうとは愚か者。我らではない。我とお前は違う。ひとくくりにするな。ヨナ、やめよう、お兄ちゃん。ヨナ、もういいの。他の人の体いらない、欲しくない。この体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないのかわいそう。一緒に帰ろう。
今だ。妹についていた魔物は消えた。カイネ、ヨナを頼む。お前の悲しみが分かるだろうって、そんな都合のいいことは言わない。仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い魔王。シロ、大丈夫か。がおかしいぞ、シロ。何やってる。ここまで来て頼むな。で、どうする。しばし待たれよ。大丈夫か。心配無用と言いたいとこだがな。シロ、いったどこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめんごめん。俺、おい、真に受けるな。冗談だ。だって、さあ突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ。あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ嫌だ。俺はまだ素人。全く、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そうそう、一つ言い忘れておった。何。シロというな。本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。守るものがある。生きる意味がある。魔王、お前は。ヨナの様子は。
そんな。大丈夫だ。シロ、どこにいる？無事なのか？探しても無駄だ。我はもう形を失った。じき声も失うだろう。故に今のうちに言っておく。よく聞け。ヨナは大丈夫だ。恐れるな、諦めるな。呼び戻せヨナを。どうやって？ヨナの、そしてお前の記憶を思い出せ。お前たちが生きる証を。俺たちの証？大丈夫、お前ならできる。ヨナの好きな食べ物は？それはクッキーだよ。ヨナの好きな本の題名は？それはね、魔法の絵本。ヨナの好きな場所は？それはお兄ちゃんのいるお家。ヨナの好きなお花の名前は？そのお花は月の涙だよ。じゃあね、ヨナが一番好きな人は誰だ？ヨナ。これヨナの体？そうだよ、お前だけの体だ。お兄ちゃん大きくなってる。大人の人みたい。ああ、あれから少し時間が経ったんだ。ヨナはずっと眠っていたの？お姫様になったみたいね。ヨナ、よかった。本当によかった。お兄ちゃん。カイネ。妹と仲良く平和に暮らせ。カイネはどうするんだ？私は、もしよかったら俺たちと。遠慮しておこう。私にはまだ片付けなければいけない問題があるからな。問題？個人的なことだ。では元気でな。カイネ。お兄ちゃん見て。Thank you.
がいっぱい。ああ、そうだね。Yeah.
Thank you.